するの。が、まだあの主役の桜井さんが参加なさってないんで、ちょっとあのまだ波に乗り切ってない感じはあるんですけども、これから今日これからですね、すぐ桜井さんが参加なさるので非常に楽しみです。ありがとうございます。今みたいにカメラにスピード合わせといてください。はい、似てるんですよ、それが。あ、分かんないですよ、片方だけしか分かんないから。あの顔を似てるっていうのが失礼な話なんですけど。変わるの怖いでしょ。どういうことになってるの。痛くないの。カメラの形から抑えようとしてます。デラリルレロ。デラデラリデラレルってこと。ようやくこのゴミ溜めから出られるってわけか。出られるってわけか。出られるってわけか。ようやくこのゴミ溜めから出られるってわけか。もう言えんじゃん。バーベキュー。気持ちいい、気持ちいい。オーバーでいい。はい、はい、ちょっと体向かってくれ。はい、はい、ガブで開いたら、あれ今なんで消してたの。ちょっと待って、出して、あ、これカメラつけたね。あ、役立つだよ。全然あのもうくしゃくしゃにしちゃって構いませんので。明日の朝いいよ。それまでに撤退の準備をする。じゃあね、それをね、もうちょっと。あと1、戻して。もうちょい。はいはいはい、いいよ。それでね、半時計。奥のやつ、最後のやつ。半時計。ご紹介します、男役の桜井敦さんです。よろしくお願いします。お願いします。僕はできるだろう、そんな桜井敦なんだから芝居ぐらい全然大丈夫だよと思ってたんですけど、やっぱりその最初にね、会った時に、いや僕はできるかなっていう、すごい謙虚な方なんでね、あのできないかなみたいな感じだったんで、まあ、ちょっと心配してたんですよ。どれぐらいできるのかっていうのが全く未知数のまま、そういう意味ではほら、あの本読みをしたりとかリハをすることなく撮影に突入したので、あのまあ不安なところではあったんですけど、初日にもうその衣装を着てメイクをしてワンカット目バーンと立ってくれた時点で、ああもう全然大丈夫だっていうのは確信しましたね。
で、桜井さんがいいから早く女を始末するからいきます。はい、はい、いいから女を早く女を始末、いいから女を始末する。何なんだお前はよ。始末するとはどういうことだ。殺して薬物ってなるじゃん。お邪魔しましょうさ。なるほど。なぜそうする必要がある。そうしないとお前が言ってる。そんなことより自分の危険を心配した方がいいんじゃないか。ちゃんとした理由もなし、そんなことができると思うか。もう時間でもなかった。そうそうそう。その質問が読み上げてくれてる。平和な時代の話、戦争が起こる、死も暴力も当たり前の世界になれば、彼らにも。すいません。はいはい。やつが。ごめんなさい。申し訳ない。はい、じゃあ行きます。はい。いやいや、いいですよ。めちゃくちゃいいですよ。全然大丈夫。ありがとうございます。そうだ、吸血鬼は昔からずっと存在し続けてきた。闇の中の影もひっそりと。だがそれも平和な時代の話。戦争が起こり、死に暴力当たり前の世界になったら、奴らに隠れる理由などない。彼女は野良犬に襲われたんです。
大変なんで。カメラ前開けてください。1位入ってますんで。彼女は野良犬にやられたんですよ。何なんだ。で、まあただ存在感があってそのオーラが出てるということはもちろんわかるんですけれども、セリフ回しとかそういうことになるとまたどうかなっていうのもあったんですけど、それがまたね、素晴らしかったんで、何よりまあ当たり前なんですけど声がいいっていうことと、でちゃんと自分の役柄っていうのを理解して、ただセリフを読んでるだけではなくてちゃんと、そのキャラクターを理解して、桜井敦がこの役を演じてるっていうことではなくて、もう彼そのものがもうその主人公のあのキャラクターになってるっていうふうにちゃんとなっててくれたんで、非常にやりやすかったですね。吸血鬼まだこの辺に潜んでいる。俺はそいつをずっと追ってきた。うわぁ、ヴァンパイアハンターか。お前は分かった、お前の話は後でゆっくり聞いてやるから、とりあえず膝むずいて手を後ろに回せ。膝むずくな、お前は。映像でお送りできればと。今のは誰の動きなんですか？桜井さんですね。桜井さんの動き、はい、かっこよく作りました。この放棄というのはこれは何の代わりを今僕使っているんですか？ショットガンですね。ショットガン、はい、相手のショットガンを奪い取って敵をどんどん倒してしまう。最後にビシッと決める。結構アクションって大変と入りの時と締め、最後の決めで結構それだけで見えちゃうんですよ、かっこいい。最初の入りの時に、まあ、素早く行って、ドーン、スー、グル、スパーン、最後バーンって決める。ここを決めちゃえばかっこいいです。その時に、あの衣装が回った時にうわパサッとなります。ちょっと、もう一回いきましょう。バランス崩しそうですけども、バランスはこれ嘘でもう一回助けてもらいます。助けてもらっちゃう。まっすぐ開けて、トン。
そうです、それでいいです。そうです。大丈夫です。ところが悲鳴上げてましたないぞとかつけてる意味わかんねえ。皆さん眠いみたいですね。さて北村組のリポートをしますよ。さ、さて、おはようございます。撮影開始からまあ36時間ぐらいですか。24時間、皆さんもヒロの顔が濃いようですが、僕が一番元気です。それは一番遅い
入りだったからです。要はまあ現場に来たのが一番僕は遅い役者なんでね、皆さんがまだ全然こう不眠不休で撮影に入ってる時に僕はおはようございます、おはようございますっていう感じで来ました、はい、このまま行くと明日終わるんですかねってことは48時間ぐらい寝れないってことですね、みんな。そういうことになりますね。もうおかしなテンションですよね。このなんか参加でもうこうケロイド状になるし、ちょっとアクションっぽいこともやるし、こんなバンパイアみたいになっちゃったりとかで、もう盛りだくさんでめちゃくちゃもう眠れないけど楽しいですよね。なんかこうアドレナリンが出ちゃう感じ。僕の今まで の, あの連続撮影の記録は25時間ぐらいだったんですけど、今回それをはるかに上回って46時間ノンストップで、46時間って言ったってその休憩もなかったですからね。全く一睡もせずにっていう撮影は、まあ、あのやりながらみんな寝てましたけどね、あの準備しながらとかあのちょっと尋常じゃないですね。46時間ぶつ付けであのテンションで撮影をするっていうのは。みんなこれが分かんない。カパ首が入った。シューン。坂君。坂君。これも最も重要なパートです。はい。僕は20歳とかですもん。14年とかデビューして3年ぐらいですかね。あ、右も左もまだ分かってない時ですね。僕は当時博多でバイトしてるバーに、多分ライブの打ち終わった後でこうもう疲れ切った感じで来て、でもステージのイメージがあるじゃないですか。なんか怖いかもしれないからどうしようって、みんなでけえよとお酒をこうシクシクと作って、いつからこう激しくなるんだろうって瞬間にお疲れ様ですって帰ってかれた。そうです。当時なんか立派な話ですね。それから15年後にお会いするとは思わなかったですよ、本当に。うわ、びっくりしました。すごい懐かしい思い出の一つでした。以上、よもやま話。はい、それでここまでが、この顔の。
はい、一回ちょっと顔をスーッと捨てて、で一発返しが入ったら、はい、特殊メイクでヴァンパイアフェイスになってます。よー、はい、はい、現場、レポート第3弾、はい、今アクションシーンが終わりました。桜井さんに以上です。お疲れ様でした。テイク6で OK です。ご迷惑しました。いやもう全然、お相手がもう素晴らしいのに足を引っ張ってしまいまして、普段と違う、勝手の違うところで大変ですが、素晴らしいと僕は思います。ありがとうございます。運動神経といい、顔といい、実力を発揮させなくて申し訳ないです。口が動かないんで、とりあえずよくやるんでください。いや、俺もあの口下手なんで使い切ってる桜井さんでした。以上、現場から終わりました。で、見て、認識して、また戻って戻って、バーッと倒れるの倒れない、はい。それはもう申し訳なかったですよ、桜井さんには。初めて慣れない現場で芝居させられて、セリフはバンバン変えられるわ、流れは変えられるわ、アクションはやらされるわ、それでいて46時間ね、いつ終わるかもわからないまま、丸2日やってたんで、もうそれこそ機嫌悪くなったりね、もうやってらんねえよって言ってもおかしくないのに、全く嫌な顔もしないで、本当にずっとクールなままでいてくれたので、非常にすげえなと思いましたね。もう夜明けが近いんですよ。それを見て最後に、見えないんだけど、すごい。もう死ぬと思っている。何百年も生きた。そのすごい、でもね、すごく穏やかで安らかな感じがしたんです。はい。この顔を見ていただいて終わりです。はい。じゃあ桜井さん、今のカットを申しまして、クランクアップでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
して、北村組すべて終了でございます。皆さんどうも、なんか長い長い一日で撮ったような作品でしたけど、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。3、2、1、はい、サーキットの現場レポート第6弾、撮影終了。いやいや、もっとあの俳優活動やったらいいんじゃないかと思いますね。素晴らしい、素晴らしいです。天はいろんなものを与えたんだなと思いました、彼に。すごい楽しかったです。また何か一緒にやれること楽しみに。いや、すごい現場でしたね。今だかつてない過酷な現場だったんじゃないでしょうか。タフでないとできないですね。北村さんにはかっこいい人、何やってもかっこいい。それが正直なこと。いや、片付ける気しない。いや、もうこんなにまず起きてること自体が珍しいですからね。もう片付けたくねえな。これで片付けてそのまま帰ったらもう50時間くらい寝れないんじゃないですか。一生忘れない4日間でした。